はい、こんにちは、A です。今日ですね、こちら今ちょっと急ぎで出しましたけど、今日菊名駅にいるわけなんですかね。はい、今日はですね、こちらね、あの今右に止まっているあのメトナに乗ってきたと思います。今日はね、友達もいるんで、あの早速乗ってきたと思います。さあどうぞ。めっちゃ早口。さあ、というわけですね、早速ね、あのメトナに、ね、乗ってきたと思います。ということでね、編成はね、あの34というこのラストナンバーですね。今いる時点でこのメトナはあのラスト1本なんですけどね。でこちらねあの全面展望がね見にくいわけなんですよね。まあ見れたとしてもこの辺ですね。こんなちっちゃい窓枠があってですね。でもう一個ね、こっちは見れるんですけど、はい、なんと奥のね、そのあの全面がね、あの見にくくなってるわけなんですよね。ドア上にはですね、行き先 LED なんかね貼ってあったりして、あの隣にはですね、路線図があったりしますね。で今日はね、あのケンタロウくんとね乗車なんで、ね、ケンタロウくんはですね、いつもね統一している僕のね、あの友達なんですよね。まあ結構ね、あの動画にもね、あの出てるんでね。はい、というわけでですね、一つ目の停車駅ですね、あのここ妙オレンジに着きましたね。あ、ちょっと鉄いる。そもそもね、あのメトナのね窓はね、なんでこんなね、あの見にくくなっているかというとですね、営団時代にですね、あの全面展望ね、あの見にくくようになっているわけなんですよね。まあそもそもなんだろう、まあ、昔の電車っていうのはね、なんかあの全面展望見にくいっていうような感じはあると思いますかね。まあ多分そうだと思いますかね。あんまこういうことに関してはちょっとよくわかんないんですけどね。メトロ7000系はですね、昔あの黄色かった時代があったんですよね。あの真っ黄色に塗られたっていう、なんか有楽町線メインで走るその運用があったんですけどね。でそちらのね、あの運用はね、あのほとんどね、この今乗っているそのメトロのそのなんか副都心線カラーにね、あの塗られたわけなんですよね。で一部はあのジャカルタに持ってったっていう風な、まあ、わけなんですよね。やっぱりこれもったいないですよね。まあなんだろう、やっぱりもうちょっと走らすんだったらジャカルタに持ってっていいかなぐらいの感じでしたね。僕が前回乗ったメトナナのその動画があるんですけど、あの前回乗った 7101F はですね、あの小窓じゃないですか。で今乗っているこの 7134F はですね、あの大窓になっているわけなんですよね。これはね、多分ね、あの初期編成がですね、確かあの小窓で作ってですね、あの後期編成がですね、確かあの大窓でできてるわけなんですよね。7122ぐらいかな、まあ、多分そのあたりからあの大窓になったのかなと思いますかね。で今ここ博楽にね、あの停車したわけなんですよね。これ確かね、音声が入らなくてね、僕この時なんで指パッチにしたのかも本当謎でしたね。丹町からですね、近く間に、ね、入ってですね、丹町から元町中華街もね、近く間に入るわけなんですよね。まあ、丹町はね、まあ、8両編成分しか入らない、用意されてないんで、まあ、大体10両編成の車両はですね、まあ、止まんないっていうような形なんですよね。まあ、F 特急とか F 急行とかの運用に入るわけなんですよね。今日ね、なぜね、メトナのね、動画をね、また上げたかっていうとですね、今日はね、なんとね、今乗っている 7134F っていう、ラスト1本の編成がですね、今日なんとね、新木場の CR へとね、廃車されたわけなんですよね。メトナナがですね、廃車されるのって、まあ、結構早い段階で、廃車されましたよね。17000K はですね、デビューしたのが、2021年の2月にデビューしたんですけど、そこで
メトナナはですね、確かその去年2021年 の、 あの2月に廃車が始まったわけなんですよね。それから1年半かけて廃車されたわけなんですよ。でも結構早いですよね。時の流れっていうのはやっぱ早く感じますよね。前はね、有楽町線にも入ったりね、結構入ったわけなんですよね。東横線の終点ね、横浜駅にね、到着しました。この後ですね、この、メトナナですね、元町中華街まで終点なんですけどね、今ね、僕ね、この時はね、フリーキップ買ったんでね、港未来線まではね、行くことがね、できませんでしたね。本当にね、メトナナもね、約48年間かな、その辺までね、運用活躍してたわけなんですけどね、本当にね、48年間、お疲れ様でした。ということで、今日の動画、ここまでしたいと思います。お邪魔しよう。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。では、さよなら。